同時のタイトルマッチ組まれちゃって、あと会長が彼をチャンピオンにしたいのは知ってたんで、おその相手俺なんだって思ったら、もうなんか目の前真っ暗になっちゃって、22勝22 KO なんですよ、それすごいよ。これは判定勝ちしたらやめるって決めて、あさっき言ってた、一人勝ちまで決められるのすごい嫌だった。それで24歳から28歳まで4年間は日本で試合できなかったんですね。こんばんは。今日はかれこれ何年ぐらいだったったの、俺が知ったのは32年前なんで、18、19の時に名前を知って、それはその SNS でそのフェイスブックで俺一回炎上してるから、そうなんだ、そう2チャンネルでスレッド48スレッドまで買っちゃって4万8000人から死ねって言われてた。絶対死ねないとか思ってフェイスブックで繋がってたまにこのメッセージで会おうぜって話はもう昔から知ってたの、いつかっていう話して、飲みたいねみたいなだったんだけど、それがずっとなって今日ゴールデンウィークで実際飲むことになって、そういえばたかしって言ってたけど、たかしの言うとこちゃんと分かってねえとあれだなと思ってググったのよ。そしたらググったら岩谷隆史出てきて、まあ何しろ俺があれしたのは1973年の1月1だから、あ同級生なんだと思って、なんだよ同級生、俺さ勝手にさ年下だと思ってた。俺もタンタンのことは1個上の人からタンタンっているすげえ強いのがいるって聞いてたから、あ ずっと1個上だと思ってた。最初だってタンタン先輩って言ってた気がするもん。そうだっけ、タンタン先輩って言ったから俺余計に後輩だと思ってたんだね。なぜ俺の一個上がみんなタンタンのことをやばいって言って、あ一個上がやばいって言ってるんだからあの代なんだなと思ったら、年下なのにやばいって言われてたっていう。全然違うんだよ。いおりで谷でいお谷って呼ぶ、もう昔の感じの見方で、でこのデビルマンっていうのは中学校の時のあだ名で、一応まあ あだ名なんでリングネームに入れてみて、で団体変わった時にジムも裏切る形になっちゃったから、デビルマンって裏切り者が多いっていうのも引っ掛けて、まあ俺裏切り者だしなと思ってちょうどいいやと思って、デビルマンっていう、まあガキの頃からのあだ名だったんで、本名も実はこれたかしって西郷隆盛のたかでたかしで一文字なんだけど、俺吉高さんっていうすごい尊敬してる先輩がいて、その人を志すのでたかしってもうリングネームに変えてた。出身はどちら？僕杉並区です。荻窪です。荻窪コンヌ安行プリンス、荻窪コンヌ全然知らない。ずーって言って俺たち小学校3年の時言ってた。荻窪コンヌっていうのはボーリング場違う違う野球チーム、野球チーム、ね、そう荻窪って野球めちゃくちゃ強いだって俺の代の1個下も1個上もリトルリーグは世界チームだからさ、俺たちの時って調布リーグがめちゃめちゃ強かった。調布が強い、調布が強くて、で同じ学年だけど俺たちがちょっと早生まれだから、先にさ現場の卒業をするわけよ。したら後半残ってる方が日本で2位になったし、杉並はいや金持ちが多いから杉並も強くだからその杉並リーグなんてあの人が使ってる、そのすげえさお金持ちの杉さんが使ってる、杉並杉並にすごいよ、杉並リーグの。タンタンってやっぱちょっとやっぱライブ行っちゃってる、はい、今頃でもキックボクシングやっぱ
ボクシングを何回もすごい大好きで、ボクシングの方が好きなので、ボクシングをすごい見に行くんだけど、あのコールデオールの控室まで入ってくるんだけど、やっぱボクシングとキックボクシングって顔のボコボコ度がもうレベルが違うんだよ。俺もほんとボクシング行くたびに、うわやんなくてよかったこんなこと。もうやっぱボクシングって8割ここ殴る、うん、まあね、そう8人ぐらいだけど、俺だってボディも打つし膝も打つし頭も打つしローキックも打つし、いろんなところを攻撃できるけど、やっぱボクシングってもう8割ここだけを殴り合うから、うんうん、よかった、ま、ちょっと待って、それ俺の顔の感じがトントンだから、顔全然崩れてないなと思って。当たり前じゃねえよ。いや俺だって打たれたことあんまないよ。だっていやそれはないな、打たれっぱなしだった。俺でもやっぱ鼻5回、6回は間違いない。あ、ほんとに。よく見ると曲がってるでしょ、S。あ、ほんとだ。こうなってる。肘があるから、あ肘で陥没骨折をしちゃった。次の日朝起きたら、ここ全部平らなの。あー、何個もなっちゃって。凹凸がなって。ペーってなっちゃって。体重もあったから、重いから。まあでも当時ウェルターだったから。あキックってボクシングに比べてしっかり整備されてないから、例えばデビュー戦なんかはハンディキャップマッチって言って、うん、俺が71キロ で、うん、で相手が74キロ、うん、で俺が8オンスで相手が10オンス、うん、だけど俺実際は60キロしかなくて、うん、服着たまま計量して70ちょっとだって、うん、ありえないでしょ、まあ、やっぱボクシングってやっぱ一番格闘技で確立した素晴らしいスポーツだと思うから、うん、他の競技だってめちゃめちゃいいんだけど、やっぱり格闘技はボクシングボクシングが一番しっかりしてるし、慶応負け連発したらもう引退各国で出たそうで、ね、うん、キックはないから、うん、30回ぐらい慶応負けしてるやつが普通にヘラヘラヘラこんななって試合してるから。ちょっと話前後しちゃうけど、タンタンのことは知ったのはどこで知ったんですか。僕は八幡少年院っていう少年院で浅草極悪っていうどの暴走族の子がいて、それがお前腕プシどんな強くたってある、うちの地元にはタンタンってやつがいるんだぞって言われて、そうなんだ、でも知らないし、やっぱ全然名前も知らなかったし、他のことも何も知らなかったから、うん、足立区ではタンタンっていうのがいるんだっていうのだけすごい覚えてる。タンタンでも本当に地元、今日地元って、俺たちも子供の頃からこの辺自転車でうろうろして遊んでたし、実はそんなに遠くないから、距離的に直線距離で見たら、まあ、本当申し訳ない言い方だけど、俺ら杉並とかあの辺の人たちのイメージだと足立区、墨田区、台東区はもう悪いのが多いっていう、うん、そうなんていうか分かるんだけど、結局はどこも一緒だと思うから、一緒、ね、うん、悪いやつはどこにもいて、どこにもさ均等にいるんだけど、なんでか分かんないけど足立区は悪いイメージが余計強くなっちゃって、決して足立区を落とすわけではないけど、仕事で車とかで運転してた時に足立区とはやっぱ絶対もう譲ってくれないなっていう道譲んねえってイメージがある。いや本当本当に関西とかって子供と大人で敬語使わないじゃないですか、うん、だけどそういうのちょっと東京だと下町の方には残ってる。今だって朝道行く人とすれ違う時に挨拶したら変態ですからね、もう見知らぬ人に。でも昔したじゃないですか、うん、ザーッとか言ってたのに、多分本当でも若い女の人なんかで挨拶したらもうアウト、何で挨拶されるって警察呼ばれちゃったりとか、うん、だからそれが多分すごい人間同士の関係が良くないのかなって。仕事は今何を。僕はもうずっとサラリーマンで、ずっとサラリーマンやってる、うん、秘書、秘書、いやいや全然ないですよ、もう車の運転手とかもいろいろして、社長さんの今あの仕事とか声で全て差し使いなきゃ仕事っていうのは基本的に僕らの仕事って守秘義務があるから何も言わないんで、でも運転手がね、社長のことペラペラ喋っちゃって終わりなんで、それは誰も喋らない、うん、それ喋っちゃったらアウト。要するに会社の社長の運転手さん、うん、そうですね、本当にいい会社に入れていただいて、2社も持ってるんで、おー2社あれ2社免許タクシーとか、僕ハイヤーから入ったんで、
鈴木清美さん知ってる？清美さんの清美さんさ、清美さんからさ、あの呼ばれた。もう絶対分かってるでしょ。清美さん、鈴木清美さん、マセイさん、鈴木マセイさんだけど、あのそれはラッツアンドスター。そうそう、ラッツアンドスターのマセイさんの姉さんの鈴木清美さん、タクシーっていう歌って。あ、知ってる。清美さんに呼ばれたんだよ。ずっと一緒だし、だってリアルの解禁したのって18か19でしょ。宮沢りえだ。そうそうそう。あ、そうだそうだ。多分その時いないでしょ。社会どうなんだ。18でも18の後半ぐらい。俺だって先生に言われたの覚えてる。リアルの解禁したんだぞって。違うんだって。解禁とかどうかっていうのは分かんないけど、宮沢りえちゃんがあの三食べでしたじゃない、うん、その前にさ、あの女優のさ、なんか怪しげな女優の鈴木砂羽。違う。鈴木砂羽出てる。あれは最初のヘアヌードだし。違うよ、石原真理子さん。分かる分かる。あのその世代の眉毛がさ、なんだろうな、すごいみんな脳がポンコツすぎるんで。まあね、あのそれは要は八幡の中で聞いたの。そうっす、僕は中で。だからその時宮沢りえちゃんにこの歌がやっちまったなって思ったんじゃないの。立ったね、なんかあんまり逆のセンス、ね、ダメ。多分明日のブログで立ったあんまり面白くなかった。やっちまった少年から出た人で同じキックボクサーとかはいるんですか。多分小次郎。あ、小次郎っているね。宮沢さん、多分すごい今不動産会社の社長が。へえ、小次郎ってあの裕太郎さんとか、あの俺が活躍してた頃、小次郎。いや、裕太郎知ってる。裕太郎さん、今宇宙。あ、今宇宙から知ってる。これなんか俺ね、裕太郎さんのホールから帰りで席に隣で、おー山内くん、おーって言って写真、ちょっと写真撮ったの。年下でしょ。年下だけどめっちゃ仲いいよ。あの一緒にあの朝練してたから、いい性格の、めちゃめちゃいいよ。だから試合に出るじゃない、えぐいことはするんだけど、でも嫌う、優しい、優しいね。逆転勝ちだもんね。そう、倒されてから倒す。どっちかっていうと俺山内君とタイトルマッチやってる、ゆうやの方と。ああ、ほんとゆうやが、こいつが全日本キックのウェルター級のランキング上位だった時に、俺新日本キックのランキング上位だったから、一回どっかの会場で後ろからバンって首絞めて、お前いくらもらってんのよ。あいつそのあと多分ブレイクしちゃったから、そういうので、あいつもすごい性格いいし。だって山本裕也君って家の中だけ、家の中だとかなりあれらしいよ。家の中でなんか結構言うらしい。うちだと、言うらしい。うちだ言うや。山本言うやじゃなくて、うちだ言うや。俺はっきり言って、立ったって会うの今日初めてだから。正面に出てきてからすぐキックボクシング。そうっす、僕出た日に。出た日の次の日に行ってるんで。キックボクシングというか、シュートボクシングで。あ、シュート。シュートボクシングで4年間、24ぐらいまでやったんですけど、ある時ジムのエースで今社長の子と僕とで同じジムですごい親友だし、こう、まあ、後輩だったんだけど、俺もこいつはもう絶対将来エースになると思ってたし、こいつは強いなと思っていつもスパートも同じ階級だからしてたやつと同ジムのタイトルマッチ組まれちゃって、同じジムのタイトルマッチってないでしょ、ボクシング。ああ、同じジムないんじゃない。あと会長が彼をチャンピオンにしたいのは知ってたんで、お、その相手俺なんだって思ったら、もう目の前真っ暗になっちゃって、夢も希望もねえやと思って、その日でやめて、格闘技をやめて、ただ、体せっかく、まだもったいないなと思って、これからまだやれるなと思って、出た時に、ちょっと他のジムに行って、他のジムの某有名選手とスパーした時に怪我させちゃって、ただ、代わりに出てくれないかみたいな話になって、いや、出れないですよって話をしたんだけど、いや、なんとかするからって言って話を
協会に持ってっちゃったら向こう協会側が怒っちゃって、辞めるって言ったのに話しないじゃないかってなって、で24歳から28歳まで4年間は日本で試合できなかったですね。一番いい時期でしょ、ねえねえ、だったらでもその時期まだやってないんだもんね。俺は28年やってる。28歳でやれるようになったんですけど、まあでももうモチベーションが下がっちゃった。やっぱその時当時一緒に練習してたやつ全員世界チャンピオンになってたから、俺は終わったなと思って、どうせやるんだったら階級で一番強いやつでやらせてくれた。正直今だから言うと吹いたのね、あ俺一番強いのでやらせてくださいって言ったら、おーって言って本当に強いの用意しやがって。いやそれが当時のその打つか問題のニューランキング2位の選手で、うわ強いよとか思ってだけど、俺その選手を1ラウンドで58秒で KO した。これ自慢なんだけど、58秒だけど釣りの下、本当に面白い。だけど俺はその58秒でこの選手めっちゃ強いと思った。あもう次だったら勝てないなと思って、絶対。なんで3回も倒してた。だけど、いや、組んだ時の力とかで、とか、あのテクニックとか見てて、あこの選手マジで強いなって。たまたまラッキーパンチが当たったから倒せただけで。なんでねえよ、全然。3回も倒して勝ってんだよ。いや、でも、みんな多分、KO できない人、できない人もさって、KO する練習してるかしないかも。してないですよ。一応俺、自慢なんですけど、22勝22KO なんですよ。それすごいよ。これは判定勝ちしたらやめるって決めて、あさっき言ってた、一人勝ちまで決められるのすごい嫌だった。それなぜかっていうと、アマチュアの時に決勝で再延長まで行って判定2-1で負けたんで、俺はもうその再延長の時点で自分で負けたってもう分かってて、だけどジャッジの中の一人がうちのチームの人だった。それが俺の方を見て俺にあげて、しかも負けてごめんねって顔された時の なんていうんだ情けない感じっていうのがもうなんて俺情けねえ野郎なんだと思って、もうその時にはもう俺もう判定はもういいと思って、人に勝ち負け求めちゃうともう結局は自分の納得に勝ちやるんだと思う。だったらもうどうせ死んでることやってんだから、ね、自分の勝ち負け決めようと思って、乗ったかったら泣きまくられない。一回でも判定がしたらやめますって公言して、扉さんバカ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 叩いてるってログアウトじゃないけどそっからいなくなるってさ、ありえないじゃん。扉バカバカ例え下手でしょ。扉バカ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 、その結局叩いてるのにそっからさ、なんと外れてアウトしていくみたいなさ、ノックアウト、それ扉ノックしてノックアウトじゃない、ノックアウトノックアウトはい、はい、すいません皆さん、あの5月の5日子供の日にホーミー K さんの子供用のイベント、俺も行くって日曜日だから行けるって言ったんだけど、どうしても外せない用事があって、あのそっちに行かないといけないのね。なので行きますって言ったのに行けなくなっちゃってごめんなさい、すいませんでした。また違う時に皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。大変よ、世界しかなかったんですよ。でしかも WBA と WBC しかなかった。IBL もまだ誰も認めない。そうそうそう。絶対やらないって決めたから。ペース配分しないで。俺が乗っかるからせっかくは、すごい喜んでくれる。たまには落ち込んで、うなだれだろう。けつまずいて転んでもそれは誰のせいでもない。大きな悩み、小さな悩み、時間が経てば全て離れそうさ。